はい、今日は新発売のマリオメーカー2をやっていこうと思います。マリオメーカー2、僕やってみたかったんだよね。しかもすごい僕マリオメーカー得意だったよね。そうなの？僕っていつもちょっとだけだけどゲーム下手っぴなイメージ持たれてるかもしれないんだけど、今日は驚かしちゃうと思う。本当にマリオメーカーやらせたらね、僕うますぎてみんながびっくりしちゃうと思う。うますぎてごめんって感じだよ。わかった、じゃあ早速人気のステージやってみようか。いいでしょう、ワクワクするよ。一組で一発クリアしちゃうから。お、くよマイキー頑張って。任せて。え、あれ、いや、こっからこっから、まあちょっと今のはちょっと、まあ落ち着いて落ち着いて、オッケーオッケー、頑張って。くよ、よし、さあ落ち着いて踏んで、これね、黄色いブロックからね、アイテムを取るんですよ。キノコ、うまいじゃん。で、ここ登…あれ、なんだこれ、先進めなくない？あ、わかった、土管入るんだ。入れないし、あれ、先進めないじゃん。マイキー、実はさ、僕そこのやり方知ってるんだけど、教えてあげようか？いや、ヒントはいらないよ、自分で見つけるし、僕このゲーム得意だもん。人に教えてもらう必要はないよ。壁も越えられないし、薄い壁キック、あれ、いらないの？大丈夫、ヒントいらない、自分で見つける。何これ、全然進まないな。あ、わかった、何？なんだこれ、クリアできなくなってるんだ。残念、コースの設計ミスなのか、それが狙いなのか。あー、もったいない、いいステージだと思ったのにな。え、マキ、違うよ、ちゃんとできてるよこれ。ねえ、ヒントちょうだい、ヒント。え、さっきまで自力でやるって言ってたじゃん。実はさ、僕そこのやり方知ってるんだけど、教えてあげようか？いや、ヒントはいらないよ、自分で見つけるし、僕このゲーム得意だもん。まあまあまあ、先に進めないじゃん。教えてよ、どうやっていくの？壁を蹴るんでしょ、土管の入り方でもあるの？しょうがないな。ヒントはね、その木の下に行くことかな。黄色いこれ？はあ、それ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 、そこ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 。で、行ってどうすんの？そこで上押してみて、上。はあ、ほら、木に登れたでしょ。はあ、なるほどね。ああ、これは気づいてなかったっすね。それ一番上行ってみて。はあ、かわいい、変身した。それ猫になるでしょ、猫になると壁登れるから。嘘だ、ほんとほんと、嘘だ。すごい、今日強そう。そう、パンチで倒せるからね、これ。パンチで倒せる、やってみようかな。おお、うまいじゃん、強いじゃん。まずまずまず、あ、でもマキ、カメの甲羅持ってんじゃん、いいね。知ってるよ、このカメの甲羅投げて倒せるの知ってるよ、見てて、これで金星逆転ですからね。くらえ、ギューン、ほら、もう無理だ、難しいよこのステージ、ものすごく難しい、こんなの絶対誰もクリアできないでしょ。マキ、次僕にもやらせてよ。いいけど、まあ無理だと思うよ、頑張って。無理だと思うけど、まあ難しいけど頑張って。頑張るよ。あ、そのクリパー、あー見事、まあまあまあ、よくあるじゃん、キノコ。まあちゃんとコインとかも取っていこうかな。まあ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 、そう、登れるか。僕が教えたんじゃ、マイキー。猫マリオ、僕そこで積んじゃったからね。倒していく、よし、オッケー。気をつけて、戻ってくるから。うん、見るの難しいよ、ヤッホー。だから、それマイキーが簡単そうに見えるな、本当？おかしいな。あ、筒、楽しそう、いいね。おー、びっくりした、絶対今敵だと思ったのに。ファイヤーで、ファイヤー、ファイヤーマリオ強いからね。人がやってるの見ると簡単そうだな。まあね、楽しそう。まだ見てて見てね、これ楽しいよ、ここ気持ちいい。でもファイヤーで倒して、あれ、ほら必要だった。お、セーブゾーン、お迎え猫になるのか。集中集中、現地油断してるでしょ、集中しなきゃダメだよ、集中集中。分かった分かった分かった、お、1アップ、いくよ、落ちていく。うまい、なんで、何それ。これね、車、行くよ、車だから引けるの。お、オッケー、跳ね返って、オッケー、オッケー、ゴール、もうクリア。
このステージ面白いな。じゃ作れやじゃん。実はこの後ドッキリを仕掛けていきます。マイキーに全自動コースを何も言わずにやらせてみたいと思います。うん、果たして全自動コースであることに気づくのでしょうか。ドッキリスタートです。マイキー、はあ、このステージ面白いし難しいんだけれども、やってみてよ。へえ、難しいの？いいよ、うん、仕方ないな。一発だよ、一発でクリアしてみあげるよ。うん、さっきまではちょっと不調だったんだけど、もうね、絶対にミスしぬ。なんか自信があるんだよね。自信しかない。ちなみに全員中はこれやったことあんの？いや、僕はないよ。だからぜひやってみてほしいんだよね、マイキーに。しょうがないですね。見てて、僕一発クリアしてみせますから。よし、見てて。うん、本当に一発クリアするから。難しそうだけど僕にかかれば簡単。タイミングを見る。タイミングだから、結局このゲームタイミングを合わせてこう。ほらね、いい感じでしょ。ほら、惜しいね。まあ今まで見切った。1回目わざと、うん、タイミングを見上がらったなので、タイミング分かったから。え、惜しいね、マイキー。うん、今のタイミング結構合ってきたと合ってきたと思う。ちょっと集中していい、うん、静かにして、静かに。あ、どうだ、集中。うん、タイミングだから。タイミング見上がらって、今までのミスは必要なミスなの。うん、これで蓄積されたデータを元にいくよ。集中。おお、うまい。まあ、こんな感じなんだよ。で、次も行きの集中だよ。集中、うん、おお、うまいじゃん、マイキー。まあ、割とやり込んでるからね。てか、マリオメーカー得意。まあ、結構。あ、なんで？惜しい。惜しいな、これ。惜しい。もう一回。うん、あ、ちょっと、ああ、マイキー、無理そう？いや、まだいける。もう一回、次じゃん。あ、わかった。集中。ほら、ね。おお、うまいじゃん。こっからだから。おお、あ、マイキー、難しいな。おお、惜しいね。おかしいな。え、マイキー、もうギブアップ？ちょっとこんな難しいステージ無理だよ。だってこんなにたくさん敵キャラいるんだよ。こんなのクリアできる人いたらロボットだよ。人工知能 AI だよ。え、じゃあ次僕やってみてもいい？もちろんいいけど絶対無理だよ。もうじゃあ全員がクリアできたら、うん、アイス10個おごってあげてもいいよ。お、いったね。わかった、じゃあ僕クリアしちゃおうっと。よし、じゃあマキー見てって。いいけど絶対クリア無理だと思うよ。僕が10回ぐらい挑戦して手も足も出なかったんだから。まあ、見えてよ、マイキー。よしよしよし、いいぞ。まあまあ、ここまではさっきここまでは行ったから。うん、いいぞ、ここで待機して、うん、この羽に乗って、オッケー、うん、いい感じ、いい感じ。オッケー。え？オッケー。本当にうまいじゃん。うん。すごい。あ、そうだ、マイキー。すごい。クリアしたから、アイス10個、よろしく。そんなこと言ってないっすけど。え、いなくさかよ。だけどすごい、今のは普通に感動した。ただもう一回リベンジさせてよ。その次のステージ、僕が先にクリアしたら僕にアイス買ってくんない？それでそのもう一回だけ。より今のすごかった。あー、いいよ。ちょっと負けてらんない。次マキが先にクリアしたらアイス買ってあげます。絶対アイス買ってもらう。一発クリアするよ、今度こそ。頑張ってマキ。集中。このステージ簡単そう。いける。え、惜しいね。まあ、うん、一発くらいはダメだったけど、ちょっと調整中、今。なんかやられてるけど。何が起きてるの？待って、集中してるから。あれ、どうやって進むんだ？多分、大丈夫。全部避ける。参る。なるほど。待ち構えてちゃいけないんだ。わかった。あと、まあいいや。集中。よし。お、うまいじゃん、マキ。いい感じ、いい感じ。ここまでは想定内。で、避けて。ああ、なるほど。これもキャラ多いんだ。うん、ここ言うと、いかに早く手を動かすかのステージだね。分かった。僕の手の周囲さんも調子いい時なら余裕なんだけどな。今日はちょっとボタンさばきが安定しないな。お、ああ、ちょっとな、あとちょっとなんだよな。惜しい。調子のいい時の手のさばき方だったら、ボタンさばきだったらいけるんだけどな。なにこれ、え、そっか。手の動きの速さじゃないと思うな。手の動きの速さだから。手の動きの速さだから。マリオメーカーってそういうゲームだから、うん、まあ、教えてあげる。どうすんの、マキ。見てて、最後ラストチャンス、避けて下行くしかないよね。下行って、なんかもう
わかった、これドッキリでしょ。ドッキリか。え、マキ気づいた？うん、最初から気づいてた。これクリア不可能なステージでしょ。僕はマリオメーカー詳しいから分かっちゃった。え、どういうこと、うん、ドッキリって。ん、わかった。これなんかでもクリア失敗させられてるじゃん僕。うん、そのまま僕の失敗だけで終わらせて、全員のカチーンで終わらせようとしてるんでしょ、ドッキリ。見抜いちゃった。ごめん、見抜いちゃった、どうしよう。要するに、まあ、そう、そういうことね。じゃあ、今から僕これ一発クリアしてもいい？もちろんいいけど、できたらこれ、何な、ドッキリじゃないし、全員の、え、どういうこと？けど待って、できるわけないじゃん、このステージ。僕見抜いてるんだよ、このステージできないって。やってみて、できるものならね。よし、マキ、見てて。うん、見てる、うん、え、見てて見てて、本当に一発クリアできるわけないと思うんすけど、僕マリオメーカー詳しいっすけど。え、え、うまい、いいぞいいぞ、OK、ギリギリで避けんだよこれ。いいね、いいぞいいぞ、うまい。だけど僕見切ってる見切ってる。あー、なるほどなるほど。うん、ここでボタン押すんでしょ。あ、あーちょっと食らっちゃった、ダメージ。オッケーオッケー。今のホンダワンテンポ早くジャンプ押せば多分食らわなかったと思う。ほんと？なるほどなるほど。うん、僕だったら一回も食らわないでクリアできたな。え、マイキーできる。簡単じゃん。一回もどころかクリアしてないじゃんマイキー。オッケースタートって。オッケー。え、うん、え、全然うますぎでしょけど、なんでその反射神経いいの？僕も見切ってたけど、僕のボタンさばきだったら間に合わない。どんな反射神経してんの？すごいや。マキ、実はね、これ、ドッキリなんだ。どこがドッキリなの？クリアしてたじゃん。全自動コースって知ってる？何それ。一見ものすごく難しいステージなんだけれども、実は巧妙に作られてるの。コントローラーから手を離してるだけで勝手にマリオがね、動いてクリアするっていうギミックが組み込まれたステージのことだよ。どういうこと？まあ要するに何もしなくても勝手に自動でマリオが動いてクリアしてしまうステージのこと。だから全員あんなに簡単にクリアしてたってこと？うん。あんな難しそうなステージ、ドッキリ見抜けなかった。そういうことか。うん。まあ、ドッキリだったからマキ、アイスはいいよ。二人で買って普通に食べようか。うん、そうしよう。うん、よし、じゃあとりあえずこれが終わったら次はさ、ステージ作って遊んでみましょう。うん、次は僕も全自動コース作ってみたいな。頑張りましょう。